はい、こんにちは、ウニ&サマドリスです。はい、僕らはですね、まあ、今日世界のグルメ展ですけども、ブラジルからやってきました。ブラジル音楽をやっている団体でございます。はい、皆さんサンバというとね、この羽のお姉さんを想像すると思うんですけども、まあ、まずはちょっと楽器を皆さんにしていただきたいなということで、ちょっと楽器の紹介をさせていただこうと思います。まず、そこのでっかい太鼓、鋭、ちょっと前に、はい、この太鼓はですね、鋭という楽器でして、まあ、パート、3つのパートに分かれてるんですけども、はい、この3つの音でサンバの心臓と呼ばれております。この太鼓が基本のね、ビートを刻むということです。鋭はブラジル語で、ポルトガル語で耳が聞こえないという意味で、そのぐらい音が低いという楽器です。はい、ありがとうございます。はい、次、これヘピーキという楽器でして、サンバの王様と言われております。ヘピーキです。この楽器が合図を出して他の楽器が演奏を始めるということです。ちょっと叩いてみてください。はい、こうやってね、左手で音を出すんですけど、めっちゃ痛いです。ド M がやる楽器と言われております。はい、次、カイシャ。はい、この楽器はカイシャという楽器で、サンバの血液と言われております。この楽器がね、ないと他の楽器が音を合わせられないって言われるぐらい大事な楽器です。ちょっと叩いてみてください。はい、ありがとうございます。はい、この楽器は初夏寮です。金属板を揺らして音を鳴らす楽器ですね。はい、ありがとうございます。はい、この楽器アゴゴという楽器で、これは唯一他のクラシックとかでも使われるんじゃないかと思います。カウベルを2個つなげて、まあ、すげえうるさい楽器なんですけど、まあ、今日はちょっとね、スカイツリーさんともに音量に気を使えということで、最小人数でやっております。はい、この楽器はタンボリンという楽器で、プラスチックの触手みたいなやつで音を出すんですけども、ちょっと回しながら叩くっていうすごい特殊な、これがサンバの花形と言われる楽器で、動きながら叩くすげえ激しい楽器です。はい、この楽器はクイーカーという楽器で、サンバの宝石と言われてるんですけども、太鼓に刺さってる竹ひごをこすって音を出す楽器で、豚の求愛の鳴き声に似てると言われている、これが一番多分サンバらしい音なんじゃないかと思います。はい、この7種類の楽器で、リオのカーニバルでね、使われてる楽器なんですけども、どれも、まあ、リオのカーニバル実際は300人ぐらいいるんですけども、今日はもう音量制限がね、ありますので、もう最小でやっております。これが最小です。これが最小で、少数制でやっております。これが楽器隊なんですけども、でダンサーにもですね、羽のお姉さんだけじゃなくて、この両脇に立っているシルクハットをかぶっているお兄さんたち、マランノロと言われている人というですね、まあ、お酒を飲んで酔っ払った男の人を表現しております。で、この隣にいる羽のお姉さんが有名なパシスタという種類のダンサーで、まあ、やっぱ花形ですね。でもこの彼女たちは、本場のカーニバルでも1000人以上いる中の1割ぐらいしかいないんですね、実は。他はもう楽器隊と、もう他にもいろいろダンサーがありまして、パレード